皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回もこちらランダムブースターボリューム29のパーツを使って 5G バトルをやっていきたいと思います。今回はつぶやきさん太郎とちょめまるって対戦していきます。やっていきます。いきましょう。よいしょ。それではお互いのファーストベイ、せーの、じゃん。チェインケルベウス、フォートレス、エクストリームダッシュ、ゼロ。テンペストディアボロス、カルマドリフト 1S。 ファーストバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。いけ、開いちゃう。いけチェイン。いやー、開いちゃう。そこ危ない、そこ危ないぞ。あー、下行ってほしい。当たってくれ。降りてこないんだな、これが。当たってくれよ。接触するたびに外へ追いやられて、いいぞ。もう力尽きた頃に降りてきてはフラフラだよ。ダメだ。フィニッシュ。テンペスト・ディアボロスにワンポイント。お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。プロミネンス・スプリガン、ギガ・ハイ・エターナル、テン。ギルティ・バハムート、フォートレス・モーメント、トゥ。セカンドバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。おーよーしょー。オーバーフィニッシュ。ギルティバハムートに2ポイントということで、この 5G バトルの勝者はチョメマルでした。やったぜ。今アーマー飛ばして、その飛ばしたアーマーでオーバーした。どうだろう、アーマーで防ぎきれなかった。なんか俺今アーマーが飛んでったのは見えたけど、アーマーに気を取られてたら、アーマー気づいたら俺のベイが外にいた。オーバーしてたんだよ。何が起きてたの。気づいた時には外にいたぜ。 5G バトルの勝敗は決まりましたが、残りもやっていきましょう。やっていきましょう。お互いのサードベイ、せーの、じゃん。アルティメットベリアル、カルマゾーンダッシュ X2。 ドライガーバルカン2、レガシーチャージダッシュ。サードバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。ファーストフィニッシュ。ドライガーバルカン2に2ポイント。やったぜ。ドライガー強え。ドライガーがバーストした。ドライガー強えよ。ドライガーがバーストしたぞ。このドライガーロック山がもうあと2かな、2つぐらい。でもあと2までは耐えれるんだ。全然耐えてるじゃねえか。アルティメットだよ。ダッシュドライバー使ってるからっていうのもあるけど、とりあえず2までは耐えて。ドライガー強え。ってことはこれマジでドライガーのパンチの説あるんだ。アルティメットのハンドよりもアルティメットの攻撃だって 2個しか進まないなら、これ割とマジでドライガーがバウンスさせた説あると。環境きたな、環境きたな。ドライガー、お互いのフォースベイ、せーの、じゃん。ドライガーバルカン2、オーバー、ハイエクステンドプラスダッシュ。ダイナマイトフェニックス、ギガベアリングダッシュセカンドギア。フォースバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。バーストされるぞ、気をつけろフェニックス。いけ、ドライガー。お、結構今飛ばしたね。オーバーだ。いけるぞ、いけ。あー、取っていく。いいぞ、ドライガー。これはワンチャンあるか。ただ接触してると、いや、待ってよ、これは。いけ、ドライガー。どうだ、頑張れ、フェニックス。フェニックス、ナイスドライガー。フィニッシュ。ドライガーバルカン2にワンポイント。やっぱり強いんだって。環境きたな。環境か。やべえぞ、ドライガー。やっぱドライガー強いんだって今回。お互いのフィフスベイ、せーの、じゃん。ディバイン・ペルセウス、レガシー・ウェッジダッシュセカンドギア。チェイン・ケルベウス、オーバー、ネバー、ゼロ。ハイモードにしました。フィフスバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。いけ、ベッチダッシュ、ベッチダッシュ。真ん中止まるぞ。いいよ、いいよ、いいよ。あー、斜めってる。いいぞ、ベッチダッシュ、頑張れ。2倍のベッチは、あ、でもスタミナ力は、お、お、ベッチダッシュ。セーフィニッシュ。2倍ペルセウスに1ポイント。やったぜ。
ッチダッシュ環境か来たな来たな、やべえぞメッチダッシュ、ねというわけで 5G バトルが終わりましたが、いかがだったでしょうか。いやー、お互いドライガーバルカン2が活躍したんじゃない。ほんとそれ。いや、こっちも一応スピンで勝ってよかったんだけど、何よりこっちだよね。そうね、まさかね、バク転ってバーストされることが多いんだけど、うんうん、まさかこっちがねバーストするとは思ってなかったから。本当に俺もされるとは思わんかったよね。いや、まあアルティメット使ってたから反動でかいっていうのはあるけど、いや、それでもあんな一撃でぶっ壊されるとは思わんかったね。そうね。しかもまだロックにまだ2つ余裕があったから、うんうん、全然戦えるんじゃないかな、ドライガーバルカンズ。いや、だから強いんだよ。いや、環境だってマジでこれ。まあでもね、あのほら、そっちのね、つぶやきさんのドライガーバルカン2と戦って勝ったのはダイナマイトなんだよな、フィギュアついてる。そう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 、こっちもスピンで勝ってるから。そう、やっぱいいよドライガーね。他のバク転とはほんと比べ物にならないくらい強い、うん、で前回前々回の動画だとドライガー同士になっちゃってたけど、今回はね他のダイナマイトベイとかと戦えて結果残してるから、そう、いやほんといいんじゃないかなって思います。全然戦えるよ。うん、バーンフェニックスを思い出すぐらいの、そうだね、強さ。バク転のバーンフェニックスって感じ。そう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 、全然環境入りしてもおかしくはない。 5G デッキに入ってても、まあ確かに入ってるってもおかしくないよなとは思うくらいの強さは持ってると思う。いやね、ぜひね、チェインケルベウスも皆さん手に入れてほしいですけどね、ドライガーバルカン2もね手に入れてほしいよね、うん、うん、これはついでに V ギア入ってるからね。ついでにね。そうだね、ついでにね。まだこれから始めてみようかなっていう人にはそうそうちょうどいいかもしれない。あのアドベンチャー V ギア結構強いからね、うん、V ギア持ってなかったって人はそれもお得だと思うし、うん、ウェッジダッシュもついてるからね。そうです、環境パーツかもしれない。いや、まあ今回ね同回転しかしてないからね、ウェッジダッシュなんでね。まあでも逆に言うと同回転は割と強いかもね、ウェッジダッシュね、うん、意外となんかスタミナあるあるね。ディバインで使ってたもんね。そう、ディバインって結構姿勢崩しやすくってね、あのロスも多いんだけど、それで勝ってたから、まあ同回転だったら強いかも。まあいろいろね使ってみると楽しいパーツもたくさん入ってるんで、皆さんもこちらランダムブースターボリューム29を買って遊んでみてください。というわけで、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。